どうもこんにちは、タビオカです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回の動画なんですけども、ソニーの ZV-E10、このカメラを使ってですね、写真を撮ってきましたので、今回はですね、この写真を紹介していきたいと思います。このカメラですね、 Vlog カムという名前がついているように、そもそも動画を撮る機能に優れたカメラっていう位置づけになってるんですけども、ただですね、写真も、APS-C センサーになりますので、もちろん綺麗に撮れます。で、今回ですね、いろいろ写真を撮ってきましたので、どういう写真が撮れるかっていうのをね、ちょっとご紹介していきたいと思いますけども、写真撮るのそんなにうまくないんでね、そんないい写真はないかもわからないんですけど、僕ね、もともとα6400 使ってたんですけど、その違いっていうのはね、やっぱりファインダーがついてるかついていないっていうのが大きな違いになりますので、写真を撮ってるっていう実感があるのはやっぱり α6400 の方なのかなっていう気はするんですけど、ただですね、ZV-E10 もその写真の撮りやすさっていう面に関しては負けてないと思うんですよね。ファインダーはないんですけども、モニターでね、ピント合ってるかどうかも確認できますし、α6400 と違ってダイヤルがないんで、設定もね、結構感覚的に行えるのかなっていう気はしてるんですよね。だから撮りやすさっていう面に関しては ZV-E10 も負けてはいないのかなっていう個人的な、意見なんですけども、その写真の画質とかに関してはね、もうほぼセンサー同じですからね、変わらないのかなっていう気はしてます。はい、ということでですね、今回はその ZV-E10 を使って主に人物を撮ってきましたので、その写真をね、ちょっと見ていただきたいと思います。α6400 とかね、使ってらっしゃる方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。で、今回特別に、なんとモデルさんの方にお願いしました。私みたいなね、おじさんとか写してもね仕方ないので、若い女の子にお願いしましたので、といっても私の、姪っ子なんですけども、モデル志望です。はい。いいなと思いましたらですね、グッドボタンをお願いします。はい。ということでですね、作例を見ていきたいと思います。はい、ということで、写真見ていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。綺麗に撮れますよね、普通にね。僕は、そんなに技術はない方なんですけども、これからね、もっともっと、技術を磨いていい写真が撮れるように、していきたいと思います。はい、ということでですね、ご視聴いただきありがとうございました。この動画がですね、少しでも良かったよ、モデルさん可愛かったよって思われましたら、グッドボタン、
あとチャンネル登録ですね、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。APS-C のセンサーになりますので、綺麗もで、綺麗もってなんだよ。